大してオチもないけど、昨日あったくれくれ。とある文具メーカーにコネがあったので、仲のいい友人数名とお金を出し合って、名前入りの文具一式を作って、小学校の入学祝いとして送ったのが先週。本来なら、名前を入れてもらえないものにも、可能な限り全部入れてくれて。友人の子も、すごく喜んでくれたんだけど、それを持ち出して、近所でいろんな人に、見て見て、とやってしまったらしく、友人に叱られたらしい。で、昨日、その友人の子と友人と、アイスを食べながら、もらったお道具箱ね、嬉しくて、枕のところに置いてるんだ、とか、みんなにもお電話したのよ。ありがとうございますってしたの。なんて報告を聞いてたら、友人のこのクラスメイトを名乗るお母さんに、聞いちゃった。あなたが、あの文具の送り主？うちにももらえません。うちの姫、友人子ちゃんとは小学校も一緒になるのに、うちの姫だけが、既製品の名前シールなんて、かわいそうだからさ。友人子ちゃんにね、自慢されたって言ったのよ。傷ついたと思うの。かわいそうでしょ？と、いきなり腕をつかまれた。本当に何のためもなくつかまれて、驚いてつい。え、なんで？やだよ。とポロッと言ってしまったら。なんでって、姫も小学生になるんです。祝ってもらう立場なんですよ。もう、参っちゃうなぁ。みたいな苦笑い。そこに友人が、あの、〇〇さん、やめてもらえませんか？と間に入った途端、あなたはさぁ、学生時代の友達が、未だにいっぱいいて、家も買って、仕事も順調で、旦那もかっこよくて、子に問題もなくて、それで、オーダーメイドの文具って何？自慢？得意げな顔しないでよ。働いてるのがそんな偉いの？仲も良くないママ友達といつも作り笑顔しちゃって。と、いきなりのフルボリュームで、息継ぎなしでバーッと怒鳴った。で、それを見たうちの息子が、驚いて、私の後ろに飛び込むのを見たら、わ、かわいい。息子さん？将来イケメンになるぞ。とニコニコ。吉かな？とも思ったけど、それ以上は何もされず。私と息子に対しては、終始ニコニコで。あ、いけない。彼氏待ってるからまたね。と走り去った。私は名前すら教えてないけど、友人が、今後被害に遭うんじゃないかなって心配したら、友人の話だと、保育園でたくさんやらかして、警察にもマークされてるらしいんで、即通報するから心配ないよ。と言われた。娘さんも連れてて、すごく、可愛い服を着せられてたけど、友人子に、あ、丸姫ちゃん。って呼びかけられても無視で、ずっと無表情で遠くを見てて、アイス欲しいなぁ、とか、あ、あの犬可愛い、とか上ごとみたくつぶやいてて、不気味ながらも、少し切ない気持ちになったよ。結局、このママさん、今朝、友人にじゃんじゃん電話かけてきて、昨日の人、私の連絡先ちょうだい、とか、お道具箱を入れる袋の余り布をちょうだい、とか、留守電にいっぱい入ってて、家にも来て友人が突っぱねたら、同じ保育園の女の子持ちの家にとつりまくって、全員から、またお前か、と門前払い食らったらしい。放置はしないから、子は毎回連れ回されるみたいで。恥ずかしさからの、現実逃避なのかもしれないけど、本当に笑ったりしない子になってかわいそうだと持ちきりらしい。でも、虐待らしい虐待じゃないんで、通報もためらうみたい。結果らしい結果がある話じゃなくて、申し訳ない。